どうもお疲れ様です、ナミさん。ご無事にお帰りなすって、お疲れ様でございましたえ。その間にね、私の方からね、ちょっと嬉しいレポートがあるんですよ。もしかしたらご覧いただいてるかもしれませんけども、昨日のライブ放送でね、えお話ししましたように、えー、コミュニケーション障害をね、長年患って生活保護で暮らしていらっしゃる方が、そっか塾に入塾してくださったんですよ。で、えー、今年2ヶ月ほどかかって、ね、あの30万円をね、 稼ぎ出したとといいうことでございます、まあ、正確には稼いだと言っていいのかどうか分かりませんけども社会から30万円を、まあ、自分一人の力でね集めたってことなんですよでこの方はあの会話ができないんですよ人と目を合わせることができませんで、えー、と行動範囲は自宅から徒歩で15分圏内です徒歩以外の選択肢っていうのはちょっと取れないんですよね自転車も、まあ、多分今は乗れないと思いますし持ってないんですよもちろん 車やバイクも免許がありません。あかつては持っていたんですけど今はねもう免許を執行してるそうですで電車に乗って目的地に行くってこともできないんですよ、うん、だから必ず、えー、サポートが必要になってきます介護士さんとかねあと誰かご家族の手引きがいるんですよねということで行動範囲が限られてますじゃあ IT はどうかっていうと、まあ、スマホはね持っているんですけども YouTube を見るっていうこととかね音楽を聴くぐらいはできるんですよただし発信ができません、うん、で Gmail のアカウントは持ってるんですけどもまあメールを自分一人で書くってことができなくって、まあ、お父さんやお母さんに協力してもらって書いてそれでやっと私とコミュニケーションを取ってるって感じですねで検索機能が使えないんですよ、うん、で検索をする時の検索ワードが思いつかないんですよね まあ本当にねあのー、まあ5体満足じゃないですけどもほとんどの私から見て私のところに集まってきてくださる方の中で一番ねですんで私がこの度やったのは何もできないってことをしましょうっていうようなね逆転の発想です。あの大抵は 集客をするためにこれこれ頑張りましょうとか発信をしましょうとかね商品作るために、えー、PDF とかそれから動画コンテンツ作りましょうとか、うん、で集客するために何か発信をしましょうとかねセールスを頑張りましょうとかあるんですけどもつまりできないことをできるようにしていくっていうのがビジネスのお必須条件かなというふうな形でそっか塾っていうのは運営しておりますけどもでもね何もできない人を何もできないままで何もできないことをやるっていうね うん、この究極の逆転発想は今回初めてだったですねで私もね、えーまあ、まずはこれを試してみようってことで、えーまあ、プラカードを下げてで箱を置いておくみたいなね、まあ、そんな形で募金スタイルっていうんですけどね正確には募金ではないんですけどもそれでプラカードに書く内容はちょっと工夫しましたで内容を工夫したのとプラスプラカードをね5枚ぐらい重ねて場合によってはそのプラカードをこう入れ替えてね別のこうセリフ をこう入れれ替えれるようにしましまたね、まあ、それによってあとはそのご本人さんがね何かしらの工夫をしてくださったんでしょうけども工夫っていうのはどういうことかっていうとどのタイミングで自分のプラカードを買えるかっていうねこの工夫はご自身でされたと思いますけども、まあ、それによってっ2日目からねお金が入り始めてでおかげさまで今30万を超えたということでね嬉しいレポートだったかなと思います。 このようにね、やっぱりこうコンサルをする者としてはあの本人の責任もあるんだけどもどのようにすればゴールまでたどり着くかっていうふうなねその道案内をしていくっていう力量が問われてるのかなと思いました今回は当に、うんにうまくいったなっていう例ですねまあそんなレポートでございましたそれではこれからもよろしくお願いします